文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、日プワンが始まっておりましてね、始まっておりましてっていうか再放映がされておりましてね、まあ4月1日までもうあまり時間もないので日プ2もそろそろ始まるわけですけど、やっぱり日プワンは面白いなというところで、皆さんも見ていらっしゃいますでしょうか。で、私もね、見ております。で、日プ1に関しては、やっぱね、オルビーメンバーを中心にね、見てますね。まあ、どうしてもそうなっちゃいますよね。で、当然だから JO1 になった11人は、分量結構やっぱ多い人がね、たくさんいますよ。ただ私今序盤なんで、金城スカイくんとかあんま出てないなというところもありますね。で、結局分量的にはね、やっぱ川尻蓮くんが多くて、で、やっぱり、もともと仲の良かった大平翔成くんなんかも結構多めだったり。で、川西匠くん、多いですね。うん。やっぱあの辺は多いんだなと。ただ、今現在3話目ぐらい、4話目ぐらいだと、宮島優子くんがね、かなり、上位の方でね、まあ、注目度もそうだし、実力的にもそうだし、A クラスに上がったりなんかしてね、そういうところもあって。なんかね、序盤はぶっちゃけ、川尻蓮くんと宮島優子くんが、結構多めだっていうところはありますよ。むしろ分量的には宮島優吾くん一番なんじゃないかってぐらいに多いですよ。カメラで撮られるところも多いしね。で、生見ひろとくんも、中国版プードも見てますので、今かなり調子が良さそうなんで、生見ひろとくんも結構多めですね。でもカメラマンが可愛い子らを結構撮りがちなのかなっていうところで。やっぱ、イクミくんもね、可愛いんですけど、宮島優吾くんの可愛さというところが、日プワンの象徴の一つだなっていうところでもあるのかなって気がしますかね。うん。ね、まあ、小松高専くんとかも可愛いんだけどね。ね、可愛い男子の話ばっかりしてますよね。まあ、でもね、私は純ベビですから、純くんのね、アントが出てくると、やっぱいいなと思うし、ただ純くんもね、やっぱカメラ割り多いですよ。もともとね、プズ参加してたっていうところもあって、有名人だっていうところもあるんだけれど、まあ、注目されてますね。で、私はやっぱ純くんはラップのイメージがあるけど、でも純くんは歌もダンスも上手いんですよね。で、むしろ、純くんの最初の登場の時って、上原純くん登場の時って、多分、グジェレスタケルくんあたりだと思うんですけど、ダンスめっちゃ上手いんだよっていう、ダンスのことをまず言ってました。まあ、確かにあの時点でラップをしておりませんからね。で、豆原一成くんがジュンくんのダンスを見て、まあ、豆ちゃんも知ってたみたいで、もともと上原ジュンって存在をね、やっぱすげえなーって言ってたんですよね。あ、豆ちゃんがね、あの豆ちゃんがすげえっていうことなんだなっていうね。それはまあそうですよね。当然秘書さんたちもね、目を見張ってましたし、ああそうなんだっていう。私がね、私の一押しであるジュン君はね、まあラップはもう超絶技巧だけどもね、ダンスと歌に関してもやっぱ超絶技巧だっていうところでね、うん。いや、まあそういうところもあって嬉しかったですよ。なんかやっぱダンス上手いのは知ってたけど、改めて日プワン見たことで、実はダンスをやっぱ前豆ちゃんたちからそうやってすげえって言われるレベルだったんだなっていうところも改めて感じるじゃないですか。だからそこも嬉しいですよね。で、ハロアゲのね、3人はやっぱりね、すごいっすね。分量も多いしね。うん。まあでもなんかね、やっぱ秘書さんが目立ってる感はあるけど、まあ、ちょいちょい日本語が中でやっぱ一番上手いんですかね。それもあんのかな。だからインタビューとかもよく受けてるし、あと先生とかにね、お手本はこれだよみたいな感じで、それでプレッシャーに感じたりとかしてるところもあって。で、ヨンフンくんも序盤の方ね、C クラスぐらいまで落ちちゃうんですよね。でも結局 C クラスに落ちても、ヨンフンくんは C クラスの子たちの不安とかそういったものを、多分ヨンフンくんのそのリーダーシップですごいまとめて不安を解消していた部分もあって、あ、さすがだなと、元ヘイローのリーダーだなと思うわけですよね。で、なんか結局のところヨンフンくんも最初の方それだったけど、途中からもう普通に上位の方にいて、全然普通の上位の方のクラスにいたから、どっかしらで何かね、きっかけがあったんでしょうね。ポテンシャルはもともと高い人なわけだから、それ当然だなと思うわけですけど、でも4分ペンの人はね、最初の方4分くんだけが、秘書さんやユンドンくんと離れてね、クラス違うところに行くっていうのはちょっと、うって思うかなって気がしますよ。私もなんやかんやで4分くんかなり好きな方なんでね、あーって思ったりしたけど、
まあでもね、プロから見たらわかるんですかね。私が見てもやっぱ違いというのがそこまではわからない、なんでヒチョさんとユンドン君が良くてヨンフン君がダメだったのか。まあでもね、トレーナー、プロのトレーナーたちが言ったことだから、まあそうなっちゃっても仕方がないかなという気はするんだけど。で、あのシュンヤ君と安藤君は序盤の方だとそんなにあのないっすね、出番はね。でも安藤君がちょいちょい出る時にやっぱりあの男前ですわね。あえてイケメンではあるんだけど、男前って言っときますわ。性格からしてね、あの超前向きだしね。あれはだからね、まあ秘書さんが昭和のあの日本の俳優さんみたいだって言ってたけれども、まさにその通りで、男前っていうのがねとてもよく似合うあの安藤くんですね。で、あの結構ね、俊也くんはあの変顔とかが序盤から目立つけど、やっぱキャラクターでね、中盤以降かなりねあの目立ってくるし、ギャグ担当みたいなところはあるわけだけど、でもまあギャグ担当って言っても真面目なんだけどね。でもね、あのそういうところが目立っているけれど、実はあの最初のあのつかみをみんなで踊った後にスタッフさんに、あの楽しかった、とても楽しかったです、ありがとうございましたって、あのはっきりした声であの言ってる姿が好印象でしたし、あの今のオルビットの撮影でもスタッフさんたちとかにすごく礼儀正しいなっていうのを思うんだけれど、もともとやっぱり人間ができてるんですね。あの時からずっとそういう趣旨一貫して、あの趣旨一貫してやっぱ礼儀正しいと、でも面白いと、そういうところがあるんで、まあやっぱね、あのあれで俊也くんのあの礼儀正しさとか初めて見てね、それで惹かれる人も多いだろうし、安藤くんのあの男前ぶりに惹かれる人も多いだろうし、ね、ゆこくんの可愛さに惹かれ、まあ、純くんのあの才能に惹かれ、そしてあのハロアゲの3人のカリスマに惹かれっていうところがあってね、まあこれ確実にオルビペン増えているなと思うところですよ。まあまだね、3話目ぐらいの段階でこのぐらいですから。で、もちろんね、オルビの7人というのはみんな最後まで残っていたわけですよ。でもとにかくね、あのこれでオルビペンがどんどん増えればいいと思うし、もちろんね、 JO1 とかのねファンの方、ジャムとかの皆さんにとっても、あの日プ1によってね、あのジャムが増えるだろうっていうのもね予測できるわけですから、もう日プ1はね、あの日プ出身のグループを推している人たち、私も含めね、皆さんにとってきっとまあ良い影響を与えているんだろうなっていう気がしますね。だからまあ中国版プルの派手さだったりとか、そういったものとかが目立ってはいるけど、やっぱり日プ1はすごくいい番組です、改めて思います。だからね、やっぱり日プ2もね、なんやかんやでね、あのライバルが多いとはいえ、あの楽しみにしていくべきかなと思うところですよ。私は日プ2とても楽しみです。日プ1を改めて見直してから、あのさらにそう思いました。まあ、日部1と日部2比べる必要もないんで、まあ、別物だと考えるべきだし、まあ、日部1はね、もう素晴らしい番組として大成功しましたからね、ぜひこの流れをね、いい流れを持ったままで、日部2の方にもね、行ってほしいなと思うところですよね。というわけで今回は、まあ、日部1の再放映が始まっておりまして、オルビットメンバーが目立っていて嬉しいなっていう話でさせていただきました。皆さんの推しは目立っておりましたでしょうか。はい、ではよろしかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。